福井県の情報いっぱい、街角けんせい始まります。皆さん、4月7日は福井の未来を決める福井県知事選挙、福井県議会議員選挙の投票日です。今日は私たち福井県明るい選挙推進青年活動隊セプトと一緒に選挙について学んで、必ず投票へ行きましょう。私たちセプトは、これからの福井県を担っていく若者の皆さんに向けて、県内各地で啓発活動を行っています。先日も薄井高校の卒業式の日に、高校3年生に対し投票参加の呼びかけを行ってきました。君の未来を決めに行こうさ。ありがとうございました。ありがとうございました。行こうと思います。もっと他の県の人とかにも福井県の特徴とかを知ってもらえるようになったらいいと思います。ちょっと、どういう基準で決めていいのかっていうのがまだ不透明かなっていうのがあるんで、これから、新聞とかテレビとかメディアを通してしっかり判断していきたいなと思っています。政治に関して、無関心っていうのが広がってるんで、もっと、いろんなところでその政治に関しての情報を発信する活動があれば、もっと投票に行くんじゃないかなと思います。選挙に参加できるのは18歳からです。卒業生の皆さんにとっては4月7日が初めての選挙ですね。今後の福井県の進む方向を決める選挙です。必ず投票に行きましょう。ところで、選挙って難しい、大変そうと思っている方はいませんか？投票はとっても簡単にできるんです。投票所に持っていくものは、住んでいる市や町から送られてくる投票所入場券だけ。受付で投票用紙を受け取ったら、候補者の名前を書いて投票箱に入れるだけです。難しい書類を書くこともありません。しかし、前回の知事選挙や最近の国政選挙での投票率はこちら、5割程度と高いとは言えない状況です。20代に限ってみるとさらに低くなります。なぜ投票に行かなかったのか、若者へのアンケートでは、投票日にアルバイトや大学のサークルがあったから、面倒だったからという声が多く聞かれました。他にも、投票日に仕事があるという社会人の方や、遊びに出かける予定を入れてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票を活用しましょう。投票日前日までならいつでも投票できます。もちろん今から行っても大丈夫。仕事や学校、遊びに行った帰りにも立ち寄れるので、とても便利なんですよ。その他、住民票を移さずに引っ越した場合、最寄りの市役所や町役場で投票できる不在者投票制度もあります。4月7日は福井県の未来を決める大切な福井県知事選挙、福井県議会議員選挙の投票日です。必ず投票に行きましょう。